ゲームの序盤です。重要な PK。 小林が左に決めました。これで早い時間に川崎が先手を取りました。森田が出てきてのミドルシュート、そのハンドで得た PK を小林が決めています。早いサイドチェンジ。西は食べといてくさび反転した。藤本パス、古橋が来た、古橋が来た、追いつきました。神戸西の一溜め、藤本が引き取って最後は古橋が仕上げました。同点です。1対1。古橋が落としてサンペールが右に散らして、西ワンタッチ、山口から藤本へ。いやサンペール西、そのワンタッチから蛍藤本、神戸逆転。逆をつきました。レアンドロ・ダミアン、2対2同点です。83分、 PK で追いつきました川崎。レアンドロ・ダミアン、宮代またね、後ろから来た、脇坂が運んだ、宮代を見ながらパスで宮代だ。逆転し返しました川崎。最後仕留めたのは川崎育ちの若い宮代、 J1 初ゴール、主君の逆転の一発です。三沢右に広げます。小泉、土井、小泉、ワンタッチつながる、荒木浮かせる、小泉が来る、小泉キーパーかわした、ヘッド、ファンガバーの、失礼、エメラルド、エメラルドです。先制かします。完璧に崩しましたね。関川、ここはロングボールです。背後を狙っている上田、収める、上田シュート、ー追加点が決まりました。83分、途中出場の上田のゴール、今シーズン3ゴール目。あ、仙台の方が前からはめに来て、うまく関川のところで長門を外して、さあまずは1点返したい仙台。ヘディング、ゴール前、詰めた、1点返しました仙台。最後長澤ですね。長澤は今シーズン2ゴール目です。それぞれのゲームプランは戸田さん、どういうふうに予測しますか。まあ、ガンバの方が、おっと抜けましたね。オフサイドなしでオルンガ前のコントロール、オープニングシュート、あっという間の先制点。レイソル戻って早々決めましたね。はい、三丸、まだですね、ごや流れたボール、三原がサポート、中3枚あって柔らかいボール、エサカ、2対0。今改善しようとしています、うん、エサカ拾って、ごや中オルンガ、エサカもゴール前入っていきます。大谷を来ましたね。引きつけて速いボール、オルンガ、エサカ、大きな追加点レイソル。今度はゴヤチャンスメイク、フィニッシュ江坂。松尾縦セルマへ、そして松尾からスルーをした、そして皆川浮かす、皆川シュート、ー先制横浜 FC です。開始17分、アルトゥル・シルバー持っていって、レアンドロとのワンツー、ちょっと流れましたが、高萩、高萩から縦パス入る、高萩はダウンしてシュート、見事なゴールになりました。見事なターン、同点に追いつきました FC 東京です。ナイスコントロール、高萩。
小川から早いタイミングでのボールになる。原がいる。原シュート押し込んだ。途中出場原大地見事決めました。これで FC 東京今日初めてのリードです。右の茶島中に入ってきた。茶島から柴崎、エゼキエウ、エゼキエウ前を向いた、エゼキエウのシュート、うん、素晴らしいポジション取り、反転、左足で決めたのは今日リーグ初スタメンのエゼキエウです。まあ、ポジショニングも非常に良かったですよね。はい、相手に捕まらないようなところでボールを受けて、ボランチの竹内も相当高いポジション取り、ラインを一気に押し上げて、ね、その裏返したボールビエイラにピタリと合います。ビエイラループシュート、うん、落ち着いてました。ドーグラスビエイラ、綺麗なタッチ、柔らかいループ。ハイネル持ち込んで運んで、ハイネルのクロス、ペレイラトラップから右足、完璧なフィニッシュを見せました。ハイネルのクロス、落ち着いてトラップ、右足で決めました。レアンドロ・ペレイラ3点目。まああそこの2枚ね、ぶち抜けますからね。はい、試合は終盤に差し掛かりました。青山の1本、森島のクロス、ペレイラのヘディング、こぼれて自ら押し込んで、最後柏、試合を決定づける4点目です。森島抜け出してクロス、ペレイラ合わせて、最後こぼれ球、柏が押し込んで4点目の広島です。一つ大きな得点源、このセットプレー、真ん中いいボール入ってきた、ヘディング、アディショナルタイム1点返しました。まあ、素晴らしいボール入りましたよね。はい、中村のフリーキック、カルリーニョスが決めました。大分の知念です。ここから町田大和へ、この50のボールは湘南。さあバラダから右の岡本に振って、中には石原直樹入ってくる、クロス上げるか、マイナス、決まった、湘南ベルマーレ先制。前半の7分、最初のチャンスをものにしたのは湘南ベルマーレ。中央上げてきました、狙ってきた、スラッシュで決まった、追加点は湘南ベルマーレ。大岩のゴール、2試合連続大岩です。さあちょっと大分の時間帯ですね。三沢が入れてフリックできるか、決まった、柴川のヘディングシュート、これで2対1です。大分ちょっとずれまして、田中縦に前田ですが、放り込んでいったフリック、伊佐が決めたヘディングシュート、スラッシュでゴールマウスに吸い込まれた。これで大分同点、88分だ。ここは関根も出ていきました。したがって原はひっくり返すボールを蹴って通りそうです。樋口入れた、チョダンゴーン、鮮やかな速攻を見せましたサガン鳥栖、12分の先制点です。ディフェンスラインとゴールキーパーの間ですね、はい、さあ今度は逆に浦和興梠です。関根が中央で受けます、打ってきた、こぼれ球興梠、ついに出ました興梠慎三、 J1 通算150得点です。荒川から大外、大畑、小山津ワンタッチ、樋口打ってきました、こぼれ球林だ、林ポスト決まった、勝ち越しサガン鳥栖。オープンになると、まあ、裏の選手たちは一人で破っていく力みんな持ってますからね、はい、武藤です。武藤コントロールショット、見事な一発、武藤勇樹、
のまあメリハリというかですね、そういったところをいかにこの時間帯で使い分けるかというところが一つポイントですし、ね、マリノスの方は比較的アウェイとはいえ、はい、そういった形で相手陣内です、はい、前田大然から中川ボールを持って後ろへ下げてシュート、ジュニアサントス、先制は横浜 F マリノス、立ち上がり早々先制をしました。畑中です、マルクスジュニオール、ここで奪った名古屋、マテウス、マテウスフェイントをかけていって中クロスを上げる、ファーサイドシュート、ガブリエル・シャビエル同点に追いつきました、今シーズン3ゴール目。相馬が寄せて、さあ川崎反転、ここは笛がない、アドバンテージ取られています、クロスが入る、マテウスの右足、逆転に成功しました名古屋、マテウス今シーズン2ゴール目。高峰も中盤の底に入っているかもしれません。さあここはボールを奪ったセレッソ、前が空いている、奥野のシュートだ、先制点はセレッソ、クラブ通算 J1 一戦ゴール目は奥野の右足でした。右に出して坂本、久しぶりにフリーでボールを受けて右足クロスフェイク、そしてパスを出す松田の右足、ファーストサイド清武だ、ヘッド、奥野今日2ゴール目、ロティーナサッカーの申し子が2点目